かけがえのない。東京ど真ん中のお店のマスター。毒ガスは行きたい。そう。
の風を覚えているかい、この僕を撫でる風だよ、この空を覚えているかい、この僕と遊んだ空だよ、この花を覚えているかい、首飾り作った花だよ、この道を覚えているかい、この僕を誘う道だよ、母から聞いた戦争は辛く悲しいことばかり、父は勲章を断った、死んだ戦友に悪いと断った人は戦争になると心をなくして違う国というだけで差別したり憎んだり、一曲だけだから我慢して聴いてください。オープニングアクト最後の話が長すぎる、長すぎる。はい、皆さん、これをもっとさせて紅白歌合戦に出たいんです。私を支えてください。全世界の皆さん、これをヒットさせれば NHK も黙っていられないでしょう。あれは12月2日のことだった。辛い仕事をやっと終えてランプを吹き消して横になる僕らは眠りについた。寝る前に食べた冷えたチャパティが最後の食事になるって、誰一人知るのはいなかった。ここはインド・ボパールの街、夜明けをまた死んでいた3000人、母も子供も年寄りもそう苦しむのはいつも同じ。人も牛も寝静まった真夜中近く、道一つ隔てた金網の中、工場のバルブが一つ吹き飛んで悪魔が街に放たれた。真っ暗闇の夢の中、どこか遠くで小さくサイレンが聞こえたような気もしたが、気がつく者はいなかった。夜明けをまた
苦しむのはいつも同じ。話も金目のものも一度だって訪ねては来なかった。そんな狭い路地裏の隅々まで毒ガスは染み込んできた。涙と咳が止まらない。火のついた何が起きたかも知らぬまま人々は生き絶えた。夜明けを待たず死んでいった3000人、母も子供も年寄りもそう苦しむのはいつも同じ。そう苦しむのはいつも同じ。そう苦しむのはいつも同じ。雲が渡ってゆく。欅の木は空に向かって枝を伸ばしている。この村は麦やそばやさつまいもを作るところだった。蚕の餌にする桑の栽培も盛んだった。子供たちがバッタを襲んで遊んだ広い草原は1922年日本陸軍の立川飛行場となった。戦争に負けた1945年暮れ、立川飛行場は米軍基地となった。米軍は育ち始めた麦をブルドーザーで押しつぶして飛行場を作る。もちろん一言の断りもなく。砂川の空を夕焼けが染めてゆく。欅の木はもうすぐ葉っぱを散らし始める。草ぼうぼうの野良道を古い自転車が走ってゆく。その上を棒を立てて米軍機が飛んでゆく。中学校の授業中、5分に一度爆音が響く。まるで屋根ごと剥がされるようなものすごい音だ。先生も生徒も黙って米軍機が過ぎるのを待つだけだ。真上を飛んでゆく米軍機が過ぎるのを待つだけだ。1955年5月のこと、
アメリカ軍は砂川の真ん中に滑走路を伸ばすと言い始めた。そんなことをすれば砂川町も五日市街道も西と東にちょん切られてしまうのに。砂川町の議会は全員一致で反対を決めた。周りの自治体も反対決議を出した。たくさんの労働組合が集まった。砂川の農民を支援することにした。うちは大工うちならし。日本山妙法寺のお坊さんたちもやってきた。やがて毎朝のように測量隊がやってきては昼過ぎ追い返される毎日となった。その年の9月13日の朝のことを、五日市街道の東から200人の機動隊がやってきた。町に1台しかない消防自動車、道の真ん中に止めて機動隊の邪魔をした。後から人が集まってきて、五日市街道はみるみる人でぎっしり埋まった。みんな警棒で殴られてボコボコになりながら、その日は測量させずに追い返した。五日市街道はこの皆さんから見て向かって左の方に、この広場のずっと向こうの方に東西に走っている街道です。非暴力かつ不服従、これが農民の戦い、民衆のやり方。枯れ草を燃やして煙幕を張った。バリケード代わりに声よけを並べた。誰も考えたことのない創意工夫の戦いを続けたが、機動隊は収穫前のさつまいも畑を踏み荒らしながらやってきた。座り込む女性たちにも猛然と警棒で殴りかかってきて、その隙に予定地は次々と測量されてしまったのだった。やがて条件派が現れた。保証金もらって基地を受け入れるのが砂川のためにもらえるんだなんて言って、反対派と条件派は道であっても口も聞かなくなってしまった。町には見えない溝ができてしまった。魚屋さん、雑貨屋さん、綿屋さん、五日市街道には家が立ち並んでいたが、やがて岸の歯が抜けるように砂川を去る人たち。空き家には草や植木が伸び放題。130軒あった予定地は最後まで残ったのは23軒だった。そして町から子供がいなくなり、コミュニティは壊されていった。欅は黒い影のようだ。それから1年経った1956年、残った予定地の測量をめぐって再び激突が起こる。
たくさんの労働組合も集まった。社会党の国会議員団が測量隊を押し戻した。学生たちは砂川中学校の体育館にむしろをかぶって何日も泊まり込んだ。やがて冷たい雨の降る秋の朝、2000人の機動隊員がやってきた。警棒で殴る、安全靴で蹴る、女性にもお坊さんにも容赦はなかった。怪我をして救急車で運ばれる。手当てを受けた人は1日でなんと800人。農家の垣根はぐちゃぐちゃになった。庭の花は踏みにじられた。夕方までなんとか杭は一本も打たせなかったが、明日は一体どうなるというのか。みんなもう疲れ果てて今日は寝るしかないと言った時、ラジオのニュースがこう告げた。政府は砂川の測量を中止することにした。滑走路の延長は取りやめになった。農地はついに守られた。学生たちは焚き火を囲んで踊り狂った。みんなはあずさみ天神社に集まって、夜が更けるまで喜び合った。今年も緑に芽吹き始めた。砂川に出動した若い機動隊員一人、将来に希望をなくしたと自らの命を絶った。現場で中隊長として指揮棒を振るった警官、警察を辞めて故郷の青森へ戻った。新聞は警察の暴力をきちんと書いたし、世論は砂川の農民を支援した。だから日本政府もアメリカ軍も土地を奪い取ることを諦めたのだった。豊作に喜んだり、干ばつに嘆いたり、土地を耕して生きてきた。赤ん坊が生まれればみんなで祝ったし、年寄りが死ねばみんなで弔ったもんだ。農民にとって田畑を手放し、その土地を離れるということ、その辛さが誰にわかるというのだろうか。砂川の空はどこまでも高い。欅の木は今年も影を地面に落としている。もうじき終わりです。滑走路は伸びなかったけれど、それで解決したわけじゃない。基地内測量伊達判決、ベトナム反戦自衛隊の一部と、たくさんの問題はまだ解決していない。砂川はまだ終わっていないだろうか。砂川の空を雲が渡ってゆく。
ください。向かって枝を伸ばしている。欅の木は空に向かって枝を伸ばしている。砂川の歌でした。竹野浩二やります。私のマジックはあっという間に終わるのもありますからね。3秒とかもあります。子供たちここ座って今よく見えるよ。縦じまよ。これ1秒で横じまになる。1秒だよ。ワンツースリーだから。はい、行くぞ。横向いてるともう分かりません。横島がちょっと。もう一回やれないの。演じる紙芝居しながらという演じ方になりますけれども、始めます。太陽はどこから出るの？気温、気温。真っ赤な太陽が昇ってきました。太陽はみんなに温かい光を与えてくれます。この紙芝居は、日本のずっとずっと南にあるベトナムという国に動物たちのお話です。カニと猿と鹿は朝の光を楽しんでいました。朝の僕たち太陽大好き。 Hi everybody, my name is Mario. Oh, no, 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 no. My name is Mickey. 僕はねアメリカのキャリフォルニアのサンディエゴで生まれたんだよ。超死んじゃダメだ。オーストレイは安全だって言ってたじゃないか。ジョーのバカ野郎。はい、マリオさんのなんか深刻な楽しく始まって深刻に終わったパフォーマンスでした。砂川秋祭り、バレットショットです。
初めて来たんですけど。これ毎年行きたい祭りですね。昨日も言ったけど4年に一度の祭りはもうやめましょう。東京五輪音頭2020です。
で。アンコール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 。おめでとうございます。Not
get up to make it on the beam. Give me sign, get a bill. I'm on the road, try to get ill. Atunci când muzica răsună, tu știi că muzica ne adună. Cânta, cânta tare poți, muzica e cântă toți. Atunci când muzica e tare și te ridică la picioare. Cânta, cânta tare poți, muzica e cântă toți. マイナスからプラグです。
口の上からあなたを見てる浮世の空にあなたを描く絶え間なく続く夕闇の道でこの胸の奥のあなたと踊ろうララ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 ラI'm not afraid to die.
アンコールにお答えして誰も言ってねえか。アンコール。アンコール。アンコール。はい。今年の夏に生前葬をやったね、玉地区の名物のとこもいましたが、今日はね、死んでない温度砂川秋祭り編というのを歌いたいと思います。みんな聞きたいか。みんな自由に踊ってくれ。この後はエクペリだぞ。いよいよエクペリが登場だぞ。俺も踊りまくるぞ。死んでない温度いきまーす。2年ものの苗をここに植樹しました。そして5年間でこんなに天をつくように大きく成長しました。私たち平和広はこの青霧に負けないように常に平和を砂川から発信していきたいと活動し続けております。
そして今年の10月11日に、この不服従の時代を生きるという、集会を開催いたしました。鵜飼聡先生にここの場でご講演をいただきました。今年はコロナというもうとてつもない正体不明の病のためにですね、いろいろな形での集会が、困難を極めております。で、私たちもどのような開催をするか非常に悩みました。そこでこの野外で限定30名ということで、開催し、どうしても65周年には基地の中で開催したいという思いが強くありました。こういうお祭りというのは民衆が沸き起こってできるのが私はお祭りだと思います。この祭り、お祭りのように民衆の力をますます強めて、この不服従の時代の中に私たちがどうあるべきかということを砂川の地で皆様と共にここにまた考えることができればありがたいなと思っております。こんにちは。エフェイです。砂川秋祭り、今日この会場に来て、ここにね、植え先がね、こんなに大きくなったなと思って、なんか会場が狭いなって思って、今日は特にね、たくさんの人が遊びに来てくれたので、本当に今日は会場が狭く感じます。それからね、木がこんなに大きくなって、砂川秋祭りは今年30周年記念なんです。コロナウイルスのことがあって静かに行うので、そのことはあまり言わなかったみたいですが、この木を植えたその30年前、なんか本当に小さな木がちょんちょんって植わってるだけだったのに、こんなに桜なんかこんなに30年で大きくなって、小学校の頃は30年の時間が過ぎるっていうことが本当に信じられなかったですけど、今大人になってみると大人すぎるくらい大人になって30年っていうのはこんな風にひょろーんって過ぎちゃうんだなってびっくりします。30年がひょろーんって過ぎる間に自分がどれだけ大人になったのかとっても疑問なんですけれども、みんなもそうかもしれないよ。今日はそんな年取った子どもたちと一緒に楽しい祭りを。いや、今年はだってナプリーやりたい。スローで大会もない。じゃあ、ボイスという歌を歌います。わーお。
宮崎の向かい側みたいな場所なんですけど、そこら辺の海のそばですね。海の綺麗な場所に今住んでいます。海の歌を作りました。8月の眠りっていう海の歌です。タカも歌います。楽しみ。
家族もいて、お父さんが一人で住んでて、娘も息子も東京にいます。それからたくさんの友達、大切な友達が東京にいて、東京がとても大変で、娘もとても辛い気持ちになってたし、でも行きたかったけど来れなくて、それで海に出ると太平洋が広がってて、まあ、この太平洋はずっと東京まで、それから福島まで、宮城まで、ずっとこの太平洋はつながってるんだなって思いながら、遠くにいる友達のことを考えて作った歌を次に歌います。桃色っていう、の葉桜の向こうが、街はとても静かにあなたを待っていた。この世界を見渡して微笑んでください。 Yeah, yeah, yeah. 夜は今迷ってる、そして僕らは自由だ、それを忘れないでくれ。 Yeah, yeah. 桃色の明け方に無数の孤独が浮かんでる、それぞれに満ちている
マイク入ってないよ、マイク。あのね、今の3曲がおちょこが高知に行って作った曲。ちょっと変わったでしょ。じゃあずっと東京でやってきた曲をやります。なんかねコード忘れちゃったんだって。シモゴリにコード忘れちゃったんだ。ガモンガモンのコード忘れちゃった。すげえな。
こに仕掛けられてる謎はまだ解けない繋いでくこの鎖が正しいのかも知らぬThank you.
帰りは今日この後夜駆け込み亭でライブがあります。駆け込み亭は20人限定になっていて、多分もう20名は結構埋まっているみたいなんですが、配信をやる予定です。駆け込み亭のFacebook のページから駆け込みチャンネルがあります。公開です。よかったらそこで見てください。それから年末にもう一度来ようと思ってます。年末29日と年始の5日にライブを予定してます。よかったら29日は阿佐ヶ谷のイエロービジョンで、8月5日に地球屋でやる予定です。少し先ですけれども、また東京に行きますので、ぜひ今のところそんな予定です。じゃあ最後に静かな歌を、最後にお風呂に入ってあ静かにお風呂に
希望くれるのが早いのでもうこれが最後になっちゃいました。エクスペルに大きい拍手をお願いします。でですね、あのアンケートが後ろにあります。あのアンケートでいろいろあの授乳テントを作ったり喫煙スペースに来たりとかいろいろ反映させてますので、ぜひアンケートに答えていってください。